90式1号水上偵察機、軽巡人通所属の90式1号を推定90式1号水上偵察機は、愛知時計電機が開発し、1931年に正式採用された日本海軍の水上偵察機。機体役版は E3A。巡洋艦のカタパルトから出されることを前提としていた15式水上偵察機の後継機の開発は、 愛知と中島飛行機の共作となった。中島がアメリカのボート車の機体を国産化したのに対して、愛知ではドイツのファインケル社から製造権を取得した HD-56 を国産化する形で対応することにした。エンジンについてはガス電、テンプエンジンに換装していた。原型機は1929年に完成し細部の改修後、 中島製の機体とともに1931年12月に90式1号水上偵察機1型として正式採用された。しかし、装備していた雨風エンジンの出力不足が速度、その他の性能に影響を与え、当時の他の機体と比較しても低性能であった。その上、実戦部隊で運用してみると実用性の低さが目立ったために、わずか12機で、 生産中止となってしまった。一機が水蒸気運用の試験機として、桃型築館の菓子に搭載された。ありがとうございます。